茨城市一の未来カデラです SNS でも告知させていただいておりますが、現在、未来花でクラウドファンディング実施中でございます、はい。1月19日にプロジェクトを公開させていただいて、現在1月の21日なんですが、この公開後3日間で,です、ね、目標金額50万円に対して、達成率54%となっております。 本当にこの3日間でですね目標金額に対しての半分以上の達成率になると思っていなくてですねダイレクトメール送らせてもらった方やその記事シェアしていただいた方のおかげだなと本当に思っておりますありがとうございますでまたご支援いただいた方もメッセージと一緒にですねご支援いただいておりましてその内容も見させてもらうとですね えー、本当にこう頑張ってくださいという温かいお言葉をいただいていてです、ねえー、自分もそれを見て励み,な励みになっておりますし、えー、もっと頑張ろうという気持ちになっております。えー、また、その方たちに対してはです、ねえー、このクラウドファンディング自体が3月10日までの公開となっておりまして、えー、その以降、お礼メールとしてです、ねえー、ご返信させていただこうと思いますので、えー、そちらの方お待ちくださいませ。はい で自分がです、ねまあ、一番意外というか、まあ、驚いたのがです、ねあのーまあ、クラウドファンディングのリターンの内容として、まあ、ちょっとネタ的にこう農園主1日貸し出し券というものを設定させていただいていて、えー、まさかこんなものを、まあ、支援いただく方いないだろうなということを思っていたんですがなんと1名の方、えー、ご支援いただいております。 で自分もこのクラウドファンディング自体、初めてのことですし、まあ、内容自体も初めてのことなんで、ちょっとまあ、ドキドキとワクワクとがまあ入り混じっているというような感じではございますが、まあ、精一杯させていただこうと思うので、よろしくお願いいたします。はい、でリターン内容もさまあ様々ご用意させてもらっているので、またこう内容自体もですね、えー、ぜひご一読いただきたい内容となっておりますので、えー、そちらのほう、 よかったらご覧くださいはいということで、えー、またこの動画の方でもですね、えー、クラファンのこう進捗などをお話しさせてもらおうと思っていますので、えー、ぜひそちらのチェックの方もよろしくお願いいたしますはいというような感じで、えー、ご視聴ありがとうございました高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたしますメライバナーカでしたあらしゃ